ラシダダティラシダダティは、フランスの政治家。ブルゴーニュ地方のソーヌイコールエイコールロアールケンさん、レミー出身。フランスはフィヨン内閣において、司法大臣を務めた。マグレブ系移民の2世。父は、レンガ職人。ダティは、12人兄弟の2番目として生まれる。幼少時は貧しく、シャローンシュルソーヌの郊外にある低家賃集合住宅で、過ごした。 豊かな天文を認められて、カトリック系の学校に進学する。16歳の時、看護師助手として夜働きながら学ぶ。その後もエルフアーキテーヌ社で3年間会計担当として、勤務しながら、経済学や、企業統治について学ぶ。実業家のジャンリュック・ラガルデールの地遇を終え、ラガルデールグループの企業マトラに就職し、会計検査部門に勤務する。その後、 欧州復興開発銀行に移り、ロンドン勤務を経て、金融会計検査部門に勤務した。1994年末ず監査役、都市開発研究本部長や、フランス国民教育省の法務部門における技術顧問などを歴任した。グランゼコールの一つ、国立司法学院に入学し、放送会に転身した。受任裁判官や、検事代理を務めた。 2002年内省であったニコラ・サルコジの顧問に就任する。ダティはサルコジの諮問により軽犯罪防止のための法律プロジェクトに参加している。2006年国民運動連合に入党。2007年フランス大統領選挙ではサルコジ陣営のスポークスマンを務めた。2007年より第1.2次、フランソワフィヨン内閣で司法大臣。 サルコジ同様に攻撃的な弁舌と上昇志向の持ち主であり、一部のメディアからは、女、サルコジの異名を立て祀られた。2008年に、パリ第7区区長選に当選し、就任、2009年に、司法大臣を退任。その後、オランダにあるルノート、日産自動車の企業連合統括会社のホーム顧問に就任したが、その際の報酬が適切であったかどうか。 ルノー株主より告発され、2019年6月に検察当局が捜査中であることを明かした。2021年7月には検察当局が収賄などの疑いでだってを本格捜査することを決定したことが報じられた。2010年9月26日、ラジオとテレビのインタビューにおいて経済問題に触れたとき、インフレーションをフェラチオと言い間違った。 司法大臣時代の2009年1月2日にゾラと名付けた女児を出産したが、父親は不明。前年9月に妊娠が公表された際、マスコミに話すことができるのは、私の私生活は混み入っているということだけと述べている。ありがとうございます。